ディーカトモです、今日はですね札幌市西区にあるカフェ&バーに来ております。で、まあここのカフェなんですけども、すごい方がオーナーをやられているということで、ちょっと僕もいろいろ縁があって来させてもらいました。ちょっと中の様子やったり、オーナーのインタビューなど対談形式でお送りしたいと思います。じゃあちょっと入ってみましょう。オーナーの岡田さんです。まあ、岡田さんの話は後ほどゆっくりさせていただきます。内装の方をちょっと紹介していこうと思います。奥の方に、まあ、雑貨がたくさん並んでおります。これも一応商品として売られているので、まあ、でも可愛いものがたくさんあります。じゃあこの後注目のオーナーの岡田さんにいろいろインタビューしていきたいと思います。札幌市西区にある C2 カフェのオーナー岡田さんに来ていただきました。すみません、よろしくお願いいたします。では岡田さんはですね、元、コンサドーレ札幌の選手ということで、まあ、僕も小さい頃から見てた憧れの方で、その方と今こうやって対談できるっていうのはすごく、まあ、僕も正直今ドキドキしている状況なんですけども、今日いろいろお聞きしたいことがありまして、岡田さんももともとご出身は静岡県、静岡なんです。で、札幌に19歳の時に来られたんです。で、今から大体15、6年前ですよ。いつからこうカフェを開こうかなっていう思いはあったんですか？ぼんやりとは、まあ、1年目はよく覚えてないんだけど、はいはい、まあ、こっちの生活がしていた20歳ぐらいからかな、はい、フィニッシュ2年目ぐらいからなんとなく自分のお店やりたいななんて考えてますよね。今結構サッカー選手でもセカンドキャリアっていうことに対してものすごく苦労されている選手が多い。で、僕も今一応サッカーをやっていて、で、先に引退された選手とかでもやっぱセカンドキャリアに困っている選手っていうのを多く見てたんですよね。で、岡田さん、このカフェを開こうって決断したきっかけであったり経緯はありますか？本当カフェをやるって決めたのはサッカー好きで、サッカーを仕事にしてたから、はいはい、それが10年以上やってたので、はい、で、そこから好きじゃないことを仕事になかなかできないです。はい、そうです、うん、で、好きなことを仕事にしたいって、まあ、考えてて、何が好きかなって、まあ、どんな考えた時に、まあ、一番は自分が好きやってみなっていうところかな、一番。指導者とか、うん、サッカーに携わるっていう選択肢はなかったわけではないです。一応考えたんですけど、はい、僕は誰かに教えることよりも自分がサッカーすることの方が楽しいんです。はい、もし指導者になって、はい、日本代表の監督とかになってすごい結果を残したとしても、現役のプレーしている時よりも幸せに感じないんじゃないかなって僕は自分で思ったので、サッカープレーすることをぐらい好きなことをやって楽しくいきたいなと思って、カフェが好きっていういつぐらいから気づかれたっていうのは、昔から例えばコーヒーを飲むのが好きだったとか、コーヒーは嫌いでした。あ、嫌いだったんですか？そうです、入りはカフェっていうかインテリア好きで、はいはい、自分の部屋をおしゃれにしたいなみたいなのが一番だったんです。で、まあ、その参考も含めてカフェによく行ってて、はいはい、でそこで過ごす時間が好きで、はい、コーヒーはその時飲んだからさ、はいはい、ココアとか甘い系のミルク系とか飲んだり、まあカフェ飯とか食べて、はい、カフェ飯食べててこれ俺作れるんじゃないかなと思ってて、はい、で家で料理とかに、はい、あ、もう実践されてたんですか？するようになって、今はイタリアのパスタに特化してるんだけど、最初はなんとなくいろんなカフェ飯、オムライスとか、なんかいろいろ作ってたんですけど、でそのうちだんだん食に関して興味があって、最初のそのカフェの雰囲気だったり空間が好きだったっていうのが強い。そうですね。まあ、そこで過ごす時間が。ああ、なるほど。うん、でそれをまあ自分でもその空間を作ってみたいっていう気持ちもあったんですね。そうですね。おお、なるほど。今現在35歳で、
そうです。引退されたのはおいくつだったの？30歳の時で、30歳で引退されて、もうその年といいますか、その直後から自分でカフェをオープンされた。そうだね、もう、いつからかは覚えてないけど、30で引退するって決めてたんです。はいはいはい。30の年に、地元の市に行ったんです。はい。まあ、そこでは、サッカーしながら、カフェの準備みたいな。はい。こっちに一軒を月1ぐらいに行きたいとか。こっちっていうのは札幌の。札幌。じゃあもともと札幌でやりたいっていうのは、札幌か静岡で地元のチームでやりたいと思ってて、はいはい、最後1年静岡のチームに行ったのも、まあ、地元の様子はどんな感じかな、はいはいはい、どこで開けるかなとかっていうのみんな1年住んでて、でまあそれと並行してこっちの様子も見に行って、はいはい、物件探したりして、その時は主にコーヒーの勉強してたから、まあ、家で料理をしてたんだけど、コーヒー屋さんちょっとお世話になって、コーヒーの勉強をがっつりしてた。4年、1年の最後のところ。それも、もちろん本気でやってたんですけど、はいはいはい、それでも、ちょっと両方混ざってる1年か、はいはい、その時から。引退した時からさ、始めようっていうよりも、まあ、当然サッカーをやりながらでもできることもたくさんあるじゃない、その今おっしゃったようにコーヒーの勉強したり、料理の勉強したり。で、やっぱその準備があったから、今があるっていうのは、それはもう自信持って言えます。そうだね。サッカー選手やっぱずっとは練習してなくて、はいはい、まあそうですよね、午前中だけの日も、そうです、はい、残りの時間をどう使うかっていうのだから、はい、そこで俺はもう料理ばっか作ったり、はい、まあ空間ばっか見に行ってこう勉強したりとかしてたんで、ね、途中それじゃもう物足りなくなって試したいっていう気持ちがあって、水戸にいた時1年ぐらいに、はいはい、あのお店開きながら選手やってた。すごい。ちょっとあの内緒してたの、はいはい、チームでちょっとね、あのあんまり、はいはい、あので大丈夫ですか、まあ、今の大丈夫ですか、一応嫁の名義でやってた。ああ、なるほどですね、はい、僕はあの、まあ、お手伝いみたいな。そうですね、うん、もちろんサッカーに支障ないよね。いや、もう当然当然当然。実際にどうですか、開かれてみて。いや、まあ想像とは全然違うかな、うん、もちろん想像どれとこもあるし、はい、まあそんな甘いもんじゃないなと思うんですけど、はいはい、まあでも想像してた通りだなっていうのは楽しいなって思う。ああ、なるほど。まあ自分の好きなことをやっているからっていうのがあるんですかね、うん、まずはサッカーに集中するためにむしろやってたことがあって。ああ、なるほどです。まあ、カズさんとかね、はいはい、よっぽど例外の人を除いて、はい、ほとんどの人はね、30まず大体30前後、限界30ぐらいだと思うんですよ、はい、でそこで選手生命がある程度終わるっていうのが分かってる状態でサッカーだけに集中してサッカーしかしないっていうことをできなくても、はい、やっぱ何かしら次の準備をしてないとサッカーに一途に打ち込めないっていうところがあったから他のことをしてた。あ、ちょっとその難しいところなんだけど、はいはい、だから、まあ、そういう不安を抱えながらねみんないるとは思うけど、それを取るために準備をしてた。あ、なるほどですね。あ、なるほどです。サッカーを今一生懸命やるために準備を、まあ、しろというかしてた方がいいよっていうことですよね。当時のサポーターであってファンの方も結構来てくださったりするんですか。はい、いや、すごい嬉しい。なんかこうサッカー選手として応援してくれてたのは面白いですけど、はいはい、終わってからも、まあそうですね、人として応援してくれてるのがあって、はいはい、すごい嬉しいな。変な話、サッカー選手ってサッカーだけしとけよっていう意見も正直あるじゃないですか。で、僕もそういう風に見られている時があって、会社員の方って趣味でゴルフ行ったり釣り行ったり他のことをやってるわけじゃないですか。ってなると、別にサッカー選手って野球選手って好きな時間に好きなことをするのは、まあ、もちろんその本職に弊害がない限りは全然やってもいいと思うんですけども、なぜかそれをやるとお前練習そんなのしてないで練習 しろよとか、そんなんやってるからこの間の試合こうだったんだろうとかって、やっぱこういろいろこじつけられるじゃないですか。そういう時にこうの乗り越え方というか、もうあのすごい応援してくれてるサポーターさんにそう言われたことがあって、はい、いや、そのじゃあ引退して何もできなくて、うん、その時もサポートしてくれますか、うん、稼げなくて行っていけないこともあるんですけど、それでも
養ってくれますかって。なるほどですね、なるほどですね。まあでもその通りですよね。仕事を見つけてくれるならいいんだよ、そもそも。そう、あと、すごい思ったのは、サッカーだけしてて、ずっと練習してたら上手くなるものがないから、うん、そうやっぱ、それこそね、そのもちろんサッカーに支障あってはダメじゃないですか、はいはい、僕としてはむしろ、サッカーを頑張るための、集中するための、はいはいはい、もう一つの趣味だった。なるほどですね、うん、まあ、そうやって説明して分かってくれる人が多かった。はいはい、そうか、そうですよね。だからその考え方として今岡田さんがおっしゃったように、そのサッカーをやっぱ本職を集中するための、まあ、何か趣味であったり息抜きであったり、でもそれをやっぱ現役を引退されてセカンドキャリアでこうやられている方がやっぱ発信してくださると、多分ちょっと世間の目も変わるのかなっていうのは正直あって、一応僕もサッカー選手をやりながら、サッカー選手っていう肩書きを利用して会える人もいるわけじゃないですか、できることもあるわけじゃないですか、でいいですか、で今のうちに今しかできないことっていうのは絶対あると思うんで、それにいかに早く気づけるかっていうところも僕は今個人的に大事だと思ってるんですけど、ただそれはもう僕一人の個人の考え方であって、でもそれを実際に経験された方の意見とか話ってなかなか聞く機会がなかったので、うん、ぜひちょっとそういう話も聞きたいなって思って、うん、サッカー選手っていうちょっと特殊な職業ではあると思うので一概には答えは出てこないんですけども、こう、まあ、変な成功されたって言ったらおかしいですけども、もうセカンドキャリアでこうされている方が成功してねえなまだいや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 、だからなんだろうね、そのサッカーだけやってなくて別のこともやってって、はい、やっぱ周りが岡田君よかったねってなるためには、今ここでね、ある程度こう成功じゃないけど、みんなにいいように映らないといけないから、私、ね、がサッカーで集中してて、ね、サッカー指導者になればよかったんやって言われたくない。ああ、そうです。だからね、まあ、今の姿勢が待ってくれる、だからそういういい例になりたいなと。ああ、なるほどですね。ね